丹波市立スポーツピア一島は日本の兵庫県丹波市一島町にある運動公園。野球場を主な用途とした多目的グラウンドが中核施設となっている。2000年に一島町立の運動公園として開場した。一島町が2004年に郡内の他五町と合併して丹波市となって以降は春日町の春日総合運動公園とともに丹波市役所文化、 スポーツ課の管轄となっている。運動公園の東西を分断するように、国道175号が貫通しており、国道の西側に多目的グラウンドがある。運動公園の中核施設となる多目的グラウンドは、野球場としての使用を主目的としているが、サッカーや陸上競技などの用途にも対応した構造となっている。 そのため、両翼が105メートルとプロ公式戦の規格を大きく上回り、ホームランが出にくいのを特徴とする。会場初年の2000年から2015年までは、全国高等学校女子公式野球選抜大会の第1から13回大会が開催され、2004年からは全国高等学校女子公式野球選手権大会の主会場となっている。そうした経緯から、 ホグラウンドは日本の女子野球において聖地と位置づけられている。NPB の公式戦はファームを含めて開催実績がないが、沢上関西独立リーグの兵庫ブルーサンダーズがベースボールファーストリーグ時代の2012年にホグラウンドで1試合を開催したことがある。2018年10月6日にも1試合が予定されていたが、雨天中止となった。 2019年4月1日より、京都府舞鶴市に本社を置くホテル経営、飲食業の司観光が、丹波市とのネーミングライツ契約を交わし、司グループ一島球場と命名された。契約期間は2024年3月31日まで5年間の予定。JR 西日本福知山線の丹波武田駅から、西へ徒歩約18分。自動車を利用する場合は、 舞鶴若狭自動車道、北、近畿豊岡自動車道春日インターチェンジから国道175号線を、北へ、約15分。ありがとうございます。